ハートありがとうございます。え、無理、普通にブスで無理普通に話はね、一層ずつ大事だから。話はんそれな、めっちゃ話じゃないよ、ね、笑った、普通にツボった手紙のことで見たらみたいな顔しててさなんでそんな泣いてんのって聞いた曲中にめっちゃ泣いてるやんって、うん、いいよ、話してたからさ、見たら泣いてるやばいよあれ。今日の公演も経験ありがとうございます、楽しかったんですよ。ハロー、ボンジュールニーハオジャンボ、モバイルバッテリーは持ってくの忘れました。忘れちゃった、ヤホヤホダイヤホダイおつみた、ありがとうございます。アンズさんとお話できましたよ、結構いっぱい。でもね、アンズさんは今日ね、あの花束とか写真とかたくさん撮ってたので、そんなにめっちゃお話はできなかった。忙しいもんね。うん、アーカイブ見てくださいね。泣いてたたい、ね、あと5分ではじきのライブの放送始まるらしい。そうだよ、21時からだよ。パチパチパチ、マジマジ、ええ、なんて言った、なんて言った、なんて言った、マジマンジ、え、そんなん言うの、うん、マジで言ってる、言ってるよ、マジマンジ、マジマンジなんか思ったな、絶対おもろいそれえ、それはライブ放送どこで始まるの。アーカイブ見てる、見たいんだけど、録画してないんだけど、え、見たいね。え、レナもね、帰って見ようと思ってたんだけど、うん、自主練やってたらこんな時間になってしまった、ね、今帰っても絶対に間に合わないしな。うん、アズアズさんと写真撮れました。ギャル、マジマジね、何年前なんだ、 TBS か、マジマジだい出てくれてありがとう、ね、こちらこそ。え、そうなんだ、あ、歌唱力のやつか、歌唱力のやつはね、ビバースデーの歌歌ってるとこ今ビバそう、セータのアーカイブ見てるって、うん、嬉しい。お腹鳴ったほらプリンなんかお腹いっぱいになっちゃうから。いつの中で最初に話した先輩は誰なんだろう。今日はコングラー、でもいっぱい今日話してて、でもその普通に入った当初すぐは誰と話したんかな、でもあんまり覚えてないけど、でも今日は早くちかこさんと一番最初に話したかな。確かね、うん、マジ、うん、誰だろう、先輩で一番最初に話した記憶がある、ね、あ、青海さんだ、そうなんだ、そう、それで心を奪われたの奪われたの、手なりって奪われたのだっておもろ、かきれなです、トライは違うよ、天竜人だい夕方ボンさんとビームとさつきしてそうなんだ、夕方その時は公園でしたね。そうなの、バイバイしたんだよね、ご飯食べ行く前に。え、ご飯食べに行くって聞いてなかった、え、言ってた、なんかさ団子食べてたよね、こっちゃん。そう、おかげやん行った、かきれなも、うん、みんなで、うん、いいな、ココミント、どこにあんの、栄、うん、栄のとこ行った。そう、キミエさんとラジオ今週なんですよ、マリンさんとも話しましたよ、写真も撮ったし、ミユ先輩とも話しました、だからね、喋ってます、いっぱい結婚してよー、あと配信またやると思うけど、めっちゃ好きみんだけど、結婚してんだ、オッケーって言って、リップすら塗ってない、ほんまにやばい、あと100日でね、仲良くなりたくてみんなとね。そう、ひなのさんだったかな、初めてしゃ、あ、なんかお餅食べた、なんだっけ、あの後ろにひなのさんがいて、明日300日配信なんや、知らん、え、すごっ、すごいよな、1年じゃん、ほんまや、綺麗なです、2ヶ月、お疲れ様、ありがとうございます。2画面でかきれなを見てるらしいよ、2画面で、すごい、見ないでだいそのおみさんが最初かな、会いたいんですよ本当に、でもその会いたいってさ言ってもさ、あの後でね、うん、待ってるね、何だっけ、アオミさんに会いたい会いたいってこっち今言っててもさ、あの伝わるか分かんないからさ、伝わったらいいんだけどさ、伝えてほしいな、みんな
みーちゃんかけるなの第一印象、かけるなの第一印象、え、なんか配信で、うん、あの一番最初のね、合格前ってこと、え、そうそうそう、合格前の配信で、はい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 、見てたんだ。そう見てて、え、めっちゃ配信してたよね、うん、めっちゃこの子配信してるなと思ってた何時間そっか、夏休みのあの時か、夏休みの時だ。あとはなんかキラキラ JK っぽいなって思ってよ、みーは。え、本当に、うん、なんで、え、なんかさ JK 感あったじゃん。いや JK だけどなんか本当にさ、うん、オアシスにいる JK みたいな、あー分かる感じ方、オアシス行った JK いるよね、羨ましい、ああいうの。この間頭にもすんごいの好きで、ね、やばいよね、文化祭、今の時期、うん、文化祭、自己紹介の時代マリンさんでした。そう、仲良くなりたくて。え、第一印象何、第一印象ね、皆さん、めっちゃいい、会ってきた、特になし、大新章会った時、うん、会った時、あ、でもみゆね、あの名前は知らなかったけど、うん、あ、みょんちゃんだと思った、え、絶対みょんちゃんだなって、そうしてた、見てくれてたんだ、そう見てくれてたよじゃあみょんちゃんと、あとなんだっけ、あの、うん、しろんちゃん、わかんない、しろんちゃん、しろんたん、こっちゃんってしろんたんかな、知らないんだよね、しろんたんかしろたんで、で、ココミンがいいなちゃんだよね、多分。おで、それでみー、あ、いると思ったの。ええー。そう。あとは、あ、ゆあちゃんもてんちゃん。あ、みーさん、ゆあちゃんのことさ、駅で見かけたから、あ、この子受かったんだって確信したんだよね。さすがかな。マジで？そう。レナさ、誰も見てなかった。誰も見てなかった？うん、配信とか。いろいろ見てたみー。知らなかった、だから。え、そう、先輩と仲良くなりたいの、答え100、え、そう、仲良くなりたくてね、そう、名前言っちゃう、名前言っちゃってた配信で、いいね、みよ見たかった、でもアート部いたからさ、なんか知ってた、名前出されてた、フルネームで、クマありがとうございます、だからまあいいやと思って、うん、みよ一回も言わなかったわ、私って言い聞かせてた、天才なんですか、私はなんかあの最初はなんだっけ、最初どんな風だったっけ、でもかきれなだってそっちにいなかった、ここじゃないよね、うん、ここじゃないね、うん、あっちで、なんかこっち、さやちゃんがここにいた、いたね、確か一番後に来たじゃん、でそれでサラがね一番最後だったっけ、サラだよ、サラちゃんだっけ、いや分かんない、確かね、誰かが一番最後で、うん、でなんか、え、なんか、思い出すとなんかさ、うん、すごいね、なんで、あーってなる、何が感慨深い的な、感慨深い、なんで、まあ、宮美もいるかなと思ったけど、あ、あと、うん、仲良くなれるかなと思った、みんなと心配だった、仲良くなれるか心配で大丈夫かなって思ったけど、それの第一印象とか本当に全くないんだけど、第一印象ね全然覚えてない、うん、え、でもなんか探検したよね、事務所の中、下、ね、歩いてみたね、下ね、そんなぐらい、うん、第一印象ね、うん、ないな、ないです、第一印象は特に、コブハちゃんは声だけでつむちゃんだったね、つむちゃんだったよね、アデスちゃん、ありがとうございます、今日はご飯ね、後で食べます、え、ビームは最終審査の時に劇場で会って、うんうん、で、あ、もうこの子はなんかもう記憶がある頃から芸能界にいたのかな、うんうん、って思った、はい、はい、はい、みたいな感じだったから、もうさ、すごかったよね、子役みたいな、わかる、かきれなとは別物の人生を歩んでる人だろうって思いましたね、ビームに関しては、どうやったらさ、あんなになんかすごい子役みたいになるんだろうと思って、それな、ね、思った、なんかぐらいかな、ハキハキすっごい人だよね、うん、昨日の配信す、嬉しい、ありがとう、記憶ないね、うん、でもなんか二次審査とかさ、でさ、うん、こっちゃんがレナのことさ、うん、見たみたいな、うん、言ってたねとか言ってたけど、うん、マジで今のこの受かったメンバーを、うん、見てない、誰も見てない、マジてか覚えてないんだと思う、多分、あ、気にして見てないっていうか、
もっと見とけばよかった、ね、この子受かるかもとか思って見とったらさ、ゆめちゃんこんなことしてたでしょ、オーディション中とか言えたのにさ、確かに何もない。でも水買いに行ったよね。行った。いやあれはマジでさ、周りの人の代表してたから。あれマジで今あれ絶対代表者ないんだ、絶対代表者って思ったでしょ。俺なんか思った、え、みんな、なんか、え、私も水ないです、うん、私も買いに行きたいですみたいなさ、レナに言ってきて、え、あ、すいません、スタッフさんに、あ、すいません、水買いに行っていいですか。思った、それマジウケる。で、みんなで、あの、地下に買いに行きました、サンシャインの。なんだマジおもろくない？だからもうそこでさ、絶対もう落ちたって思ったもん。もうレナが水買いに行こうって、しかもなんかメールにさ、連絡メールにさ、お昼とか飲み物はそう持ってきてくださいみたいな、各自持参みたいな、うん、でもレナちっちゃいお茶しかなくてさ、うん、でなんかもう飲み終わっちゃって、うん、いやどうしようみたいな、うん、でみんなさ、なんか歌唱力の前だからってさ、めっちゃ水飲んでて、そうそうそう、でみんななくなってそうそうなんですよ。でなんかちょっと、うん、聞きに行かされて、なんかちょっと聞いてみてみたいな、聞いてくださいみたいな、私もないです、買いに行きたいですみたいな、みんなに言われて、覚えてるそれめっちゃそう、小さいねお茶。新幹線で来てさ、うん、朝に新幹線で朝ごはんと一緒に買う、なんかこれぐらいのちっちゃいお茶があるのね、うん、これぐらいの、うん、300ぐらいなのかな、うん、それが飲み、それしか持ってなくて、うん、でメールに書いてたからさ、うん、こいつメール読めよって絶対思われると思って誘導されてたよね、めっちゃ、うん、そうそうそう、マジさ、うわどうしようみたいな。でも後でなんか受かった後にそのスタッフさんに、うん、あの言ったら、うん、言ったらってか言われたんだよね、うん、え、あなたさみたいな、水の子だよねみたいな言われて、え、そうですみたいな、もうあの時に私水一緒に買いに行ったからもう絶対落ちたって思ったんですよって言ったら、そんな水ぐらいで落ちないよって言ってくれて、マジ優しかった。誰だろその人、え、スタッフさん、うん、え、女の人、あのハブの人、そう、あ、わかるわかる、そう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 、最新の土曜日劇場で見た、あなた水の子みたいな、うん、そう、お披露目から1年なんだよね、天竜人だい、え、なんかなんだろう、いや、なんかお披露目だったかな、お披露目まで、うん、なんだろうね、え、なんだろう、うん、一生同じ、うん、制服を着ていた。あー、もうあれね、キャメルの着てたね、うん、あとなんだ、ありがとうございます、なんかある、あとは裏話的な、え、でもさ、うん、あのさ、最終審査の時にさ、うん、みんなさ、トイレの近くでさ、うん、歌歌ってたの覚えてる？歌ってた、みゆさ、かけるだの斜め前で歌ってたもん、たぶん、かけるだとめっちゃ目あったもん、もう合ってないよ、マリーゴールドだったよね、なんか2人ぐらいと一緒に歌ってなかった、え、1人、ね、1人かな、違う人かな、3人ぐらい、あ、2人ぐらいか、そう、じゃあ合ってるかもね、いたの、レナと、多分そうだ、じゃあマジ、うん、レナだった、多分かけるな、うまかった、もう聞こえなかった、みんなめっちゃさ、コサコサ歌ってなかった、なんかえ、コサコサ歌ってたっけ、であとなんか歌詞間違えたとか言ってたよね、レナ、うん、え、歌詞間違えたって言ってた、言ってたっけ、なんか言ってたような気もする、でもそんな気もする、待って、じゃあ一緒に踊ってるわ、だって31番で34番の一緒にバレー踊ってるよ、いたよ絶対、いないよ、いたい、一緒に踊ったって、で、ミユ、なんか32番の子多分、なんか分かんないけどこうなってて、ミユかけれない横の列だったもん、うん、ピンクの服だったよね、多分、うん、それだ、ガチ、うん、ガチで、え、本当に多分そうだよ、絶対そうだって、だってそうだよ、だってみゆ誰がみんなこっからやるかなと思ったの、季節、あ、はいはいはい、そしたらかけるのもこれやってたから、これやってた、やってた、かけるの絶対そうだ、隣だった、いや、だって、うん、すごくない、え、隣らしい、踊ってたの隣だよ、すごすぎ、え、マジで、うん、やばいね、確率高、やばいよね、普通にみゆちゃんのオーディションの、あの、オーディションの頃から多分めっちゃ変わったと思う、そうなんだ、すごくない、それは、忘れすぎっていうか周り見てなさすぎてやばいんだけどオーディションの配信はね、てか誰一人記憶にない、マジ、うん、ね、なんか最終審査の横の席の子が、うん、お昼ご飯を持ってきてなくて、うん、持ってたドーナツ半分あげた、え、優しい、あげたんだ、かわいそうじゃん、うん、なんかみんなお昼食べてたじゃん、うん、なんかあの食べないからさ、うん、え、食べないのみたいな、
うん、席横やからさ、うん、もうお昼食べる頃には普通に話してるぐらいで、うん、食べないのみたいな言ったら、うん、持ってきてなくてみたいな言ってて、うん、ああ、ドーナツあげるよ、食べれる、チョコ食べれる、食べた、そしたら食べてた多分お腹空いてたんだと思う、ね、あのユアニャンのね、ミユ後ろ斜め後ろだったの、ユアニャンが、うん、でミユ多分ユアニャンと話聞く時あったじゃん、劇場行って初めて、はい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 、その隣だったんだよね、ユアニャン、ユアニャンとミユ知らない人だったんだけど、そうなんだ、そう、可愛いなと思ってて、でそれで、なんだっけ、ユアニャンの隣の子もご飯持ってきてなくて、あ、なんか半分食べますかとか、なんかおにぎりあってみたいな感じ言ってて、うん、おにぎりかどうか覚えてないけど、うん、食べてた、食べてなかった、え、本当にみたいな、食べてないの、え、かわいそうさ、あげないと、レナ無理やりあげたよ、無理やり、本当に大丈夫ですみたいな、うん、え、絶対食べないとやばいよ、食べないとね、元気が出ない、うん、食べないと元気出ない、歌歌えないよみたいな、うん、で、多分一緒に歌の練習したんだと思う、あー、ご飯の後に、うん、多分ね、仲良くなった感じね、多分あの頃会った人たちはみんなどうしてるの、え、そう、あの頃会った子たちはあんまりでも覚えてないけど、覚えてないよね、うん、覚えてはない、別に友達ではないからね、喋ったとしても、そう、今の席さやちゃんだった、さやちゃんマリンさんの話してた、へぇ、全然覚えてないんだけど、隣の子は覚えてる、うん、ぐらいかな、え、でもその隣の子が前劇場公演に来てたので、あんたさんのさ、なんか言ってたね、そう、ペンライト振ってたの、へぇ、いいのこと多分覚えてないかな、覚えてるでしょ、覚えてるよね、うん、覚えてると思う、びっくりした裏話とか特にないよね、うん、裏話で、裏話はない気がする、うん、全然ない、ない、シオラム300バブル50、めっちゃ切りよ、明日切りよき、え、でも絶対レナ落ちると思った、エミもちょっとあの連絡全然来なかったじゃん、知らないんだよね、レナ、え、知らなかった、連絡メールってこと、合否メール、だからやばいなって思った、うん、え、ちょうどに来てないんだ、そう、ちょうどに来てなくて、そうなんだ、60何人もいたからさ、あー、ね、もっと周り見とくべきだった、うん、なんか同期のオーディション中の話とかさ、ね、もっと言いたかった、ね、全然知らなかったな、なんかここが痛くて、え、今、うん、今っていうか、なんか始まる前からさ、皮膚が痛くて、うん、やだ、なんで、ね、こんばんは、今の飲食会ありがとうございます、ハナナンはあまり見てないな、ミユ覚えてないかな、覚えてない、うん、まずいたのかもわからない誰がいた、誰いたの、え、マジ同期多分覚えてない一人も、サラだけ、あー、見た見た見た、サラはもともと知ってたから、あ、そっか、え、喋ってたよね多分、うん、ぐらい、うん、かな、こっちゃんも知らなかったな、こっちゃん見たな、だからこっちゃんがレナを2時で覚えてるって言ってきて、うん、本当にってなった、うん、2時とかもう、確かに2時は横の人とかいなくない、うん、知らないよ、でもみんななんか用意してきたものがすごかったじゃん、なんか歌ったりさ、踊ったりさレナなんかこれだからやってた、キャベツだから、なんかいや、マジ焦ったよなんかバスケットボールとか持ってて、え、すごかったよね、みんなドラムの子とかいて、うん、あと何がいたっけ、歌、あ、ダンスとかもいた、いたね、いたいた、まだダンス審査じゃないけど、その自己 PR でダンスを入れてくることとか、うん、歌もいたし、うん、レナなんかキャベツやっちゃって、キャベツ、え、マジさ、スタッフとか全然笑ってなくて終わった、うん、え、なんか気まずくなっちゃうよね、うん、なんかマジキャベツやっちまったって思った、そう思っちゃったですね、あ、怖くない、待って、暗いよ、あっちの部屋、本当無理、東北握手会のコーデね、行ったのでみんな来てね、何着んの、なんか10月覚えてる限りは、うん、メイドで、まず次がまだ見…あ、違う、あ、バッテリー、あ、やばい、待ってループだから大丈夫、うん、大丈夫大丈夫と、うん、メイド、うん、私服、うん、見て、うん、あと、なんだろう、メイドやんの、そう、いいな、なんだっけ、あと、うん、ちょっと待って、思い出す、あ、ポリス、あー一緒、え、この間やってたよね、え、そう、超とは違うやつと、はい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 、あと、え、なんだっけ、また思い出せない、猫、
うん、関根直美先生かわかったやん。うん、あげようか。あれ、え、買う前に。え、でもさ、待って、猫買っちゃったもん。買っちゃってない、今ね、入れてる、いいねに入れてる。あ、かわいいじゃん。違うやつ、ちょっとレナと。いや、似てる。え、じゃあか、そっか、マジ。うん、いいよ。え、ありがとういいね、外しときな。あと猫、うん、あとね、なんだっけ、花ちゃんとお揃いのバレンタインコーデ、うん、そっか、バレンタインもあんのだ。そうだよ。あとトナカイ、あー、12月らへんね、冬ね。あとナース、うん、いいね、うん、何しよう、レナ。サンタクロースのヒゲ買って、黙々のヒゲつけたいな、サンタの。それでね、マジで、うん、ありがとうございます、ギフト。え、ポリスやる。うん、ポリス、ポリスは決まった、うんうん、でもそれ以外決まってない。ポリス、え、ね、なんかさ、うん、多いからさ、何着ようってなるよね。うん、そう、何も思いつかない。サンタがいいね、サンタやりたい。サンタいい。明日もね、レッスンかな。うん、なんか皮膚なのか分かんない、ここなんだよ、ここ、ここなの、ここね。皮膚じゃなかったら何、そこは、ね、皮膚だから皮膚だよね、なんだろうね、どういう痛み、うん、分かんない、なんか蚊に刺されて、うん、ちょっと立って痛いなみたいな痛み、蚊に刺されたらなさそう。やだ、ストレスじゃね、ストレスかな、どうだろう。パジャマ、冬パジャマコーデあり、たつきしたったの。そう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 、ガチサンタ。そういえば20番の子が NMB 時期、うん、え、誰、20番の子って、誰だろう、知らないな、ね、20番聞いたことないな、20番誰、あの、その10期生の子の名前を言ってくれたら分かるかもしれない。チョパやりたいな。こんばんは、見てこそ、え、嬉しいんだけど、ありがとう、うん、ガギルナミータに悪いこと教えないじゃない、だってみーちゃん、なんかゲッとか、ゲッとゲットだぜいや、なんかゲットだぜで、なんか、あの、周年のリハの時にさ笑った後に水を飲んで、うん、ちょっと刺してからむせたんだよね、むせて、ほんとむせてた、もう気管にね、気管に水が入ってね、もう倒れ込んじゃってぐらい、もう、そう、もうやばくて、そう、で、もう涙もやばいし、ほんとにやばかったんだよね、ガチで。そして柿枝が隣に来て、なんか変なこと出てきたんですよ、それが面白くてうん、危なかった本当に。あとちょっとマジで危なかった危なかったよね、本当にやばかったよね、うん、目がん開きになっちゃって、うん、やばかったよね。サンタあり、申し込み期間じゃないけど、うん、来てね。そう、ナース着るよ。確かに今ってさ、うん、申し込み期間じゃないの、ね、あ、違うんだ。え、かな、なんか毎日申し込み期間だと思ってた、うん、なんかめっちゃあるからさ、うん、X にもね、アップしますね。みゆちゃんのシャメ会、え、決めてますよ、シャメ会。え、待って、何着るっけ、なんか多いからさ、うん、ちょっとショールームのあのウェルカムボードに書くね。なんで、なんで、ウェルカムボード何それこれだよ、ウェルカムボード。ウェルカムボード何、これ気になる。ない、え、何？え、ない。え、これ。え？何それ？ウェルカムボード？テロップじゃなく？うん。テロップじゃなくて。これ？ウェルカムコメント？それでいけるんだよ。追加するけど、まず見えてるんです。え、そう。ツーショット楽しみ。使ったことない。うん、ウェルカムボード。メイドで、幕張メイドだから、うん、ちょっとさ、みんなメイド見たいって言ってたから、うん、ちょっとナースを選びました。愛知県で。愛知県？うん。ナースあり、ナースね、なんか赤色のさ、リーナさんが前可愛いの着てたんだよね、それも可愛いなと思って、着たいなと思ったもん。何しよう、レナ。とりま10月はハロウィンだから、うん、ポリスと、うん、メイドか、うん、ナース。うーん、ナースなんかやだ、みんなが興奮しちゃうレナのナースとかみんなが興奮しちゃうからね手錠忘れ、え、そう、手錠は絶対に忘れないよ手錠かけるために。同期に聞くね、ウェルカムボード。ウェルボって言うんだって。ウェルボって言うんだ。うん、大発見。ずっと喋ってる大発見。そう、 S 今日出ましたね。楽しかった。ポリスする。合格前の商品。手錠してほしいとか。
だからもうポリスでもみんな興奮してるんだからさ。詰め会の日、NMB も同じ会場。え、そうなんですか？あ、聞いたことある。なんかミーはね、NMB でね、誰が好きなんだろう。うん、誰だろう。でも、めっちゃ10期生の YouTube を見てる。え、かぼちゃ可愛いよね。わかるわ。かぼちゃやりたいな。まんまるかぼちゃ。ミーと久しぶり。久しぶり。あ、パチパチパーティー見てる。え、もう見たいな。でも、名古屋でポリスってなったらさ、うん、ハロウィンの期間超えとるくない？うん、まあ、全然いいけどね。着る服がないから。内田愛車だ。みんな興奮しちゃうからな、本当に。すごい。え、そう、楽しかったです。何やろっかな。トナカイです、サンタじゃなくて。そう、そのうちで応募期間も始まるのでね、来てください。え、何やる？ナースやるの？そう、ナースやる。いつやるの？一番最後。最終日。一番最後？そう、最終日。え、どういうこと？どっちの？マカリ？え、もう全部の最終日。そう、2月。いいね。それ。なんか2月か。お楽しみは最後にってやつか。そうそうそう。そうそうそう。そう、限りなさ、うん、いいじゃん。何？オレンジの T シャツに、なんか緑の枝つけて柿？柿？かぼちゃとかじゃなくて。そうで、柿でいい。柿なんだ。うん。かきれなナースするか迷う、ね、迷ってんだよね、いろいろ何するか。ちょうどよかったから。スマホの待ち受け、嬉しいんだけど、ありがとう。そこに行ってみた。嬉しい、ありがとう、みんな。めっちゃ嬉しい。かきね、そう、いつはどうかな。30分になったら終わります。終わります。終わります。そう、店の日はね、すぐには決まらないんですけど、うん、ちょっと行きます。ボンボンリボン可愛い、あり。マイメロしたから。マイメロしたいな。マイメロ可愛いよね。カス？でもさ、もう全部決めちゃったんだよね。あ、言ってたね、決めたって。そうそう、似合いそう、ナース。みゆちゃん、かきれな似合わなくない？え、でも似合いそうなの。猫がめっちゃ似合ってた、かきれな。本当に？うん、かきれなナース似合わなさそう。ナースはね、来たことないからな。そう、今まで来たことない、本当に、うん、恋の病か診断してほしい。いや、診断の前に恋の病でしょ、当たり前に。ね、当たり前じゃん、そんなの。ということで、今日の感想を言いたいと思います。エスコ、はい、どうぞ。今日は始まる前はなんか2回目だったからそんなに緊張しなかったんだけど、うん、まあ、なんかそっか、まだ2回目か。そう、2回目なの、エスコ、うんうんうん、それで、あ、でもアンダー自体は3回目になった。ちょうど。そうね、うん、そう、3回目、うん、これからもっと出れればいいんですけど、うん、3回目なんですけど、なんかさ、I will be me に始まる前にさ、おばあちゃんが流れてる時にさ、ちょっと動き回ったの見えた。そしたらイヤリングが取れちゃって、うん、マジでギリギリでつけ直して。ついた？それでついた、ついた。よかった。めっちゃもう焦って、うん、そこから始まったんだけど、うんうん、でもめっちゃ楽しかったし、アンズさんの生誕祭に出れてすごい良かったんですよ、マジで、うん、だからもう最高でしたね。楽しかったんです。いい感想、うん、そうですね。久しぶりの公演だったけど、制約の目はの限りの生誕祭から2日後だったのでね、うん、なんか生誕祭いっぱいあるからさ、なんか、うん、あ、生誕祭だってなった。今日もね、そう、うん、楽しかったです。ナースは結構眼中になかった。うん、ナースはね、うん、かわいいですか。かわいいかな。かわいいよ。どういう系にすんの。え、どういう系にしよう。え、なんかピンクだっけ、赤、赤っぽい感じのやつにしようかなみたいな。うんうんうん、そう言ってたの。そうだけど、ある？なんかかわいいの。ね、なんだろう、かわいいの全然。なんかあるかな。なんかユアにはめっちゃ着てるじゃん、コスプレ。着てる。だからみ参考にしてる。あ、巫女さんとかだって。なあ、なし。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 なしで。巫女さん似合うかわかんないな。でも確かに1月とかあるのか、特典会。そうなったら。幼稚園児だって。してるよね、先輩、かわいい。
写メ会はどんな格好で、まあ、合わせてくれるのもいいけど、あの普通にね、うん、今まで通りに来てくれても全然いいですよ。通所会ね、あり、なんか両方楽しいよね。何しよう。本当にありがとうございます、頑張りますね、ありがとう。神主やばい、みこと水かけて神主やばい。バスケのユニフォームだって。なし、でも小学校の頃だからピチピチだよね。うん、おまわりさんに合わせる泥棒、ね、え、ありあり。でも泥棒ってどういう服？コミンがいつチャイナどんなやつ着てたっけな。え、でもチャイナも迷ったの。だけど寒いかなと思ってやめたんです。え、大丈夫だよ、中じゃん。大丈夫かな、うん、チャイナも良かったな。ミコさんね、ミコさんはね、着てみたいですね。みんなポストされてるのでね、今日の感想とか見てくださいね。セーラー、黒セーラー、中学の時のセーラー捨ててもった気がする。いや、あるな、まだ。マジ、うん、めっちゃ嫌いだったから一瞬で捨てた。あれめっちゃ重くない、うん、セーラー重い、夏のセーラーすごい気が付くした、なんかマジそれめっちゃ嫌だった。わかるわ、ほこりとか。大丈夫、ありがとう。ポスト後でコメント、え、そうしてね。ソフトのユニフォームもね、来たよね、一回来たんだけどね、合わせるのが大変なんだよね、下にルパン三世のコスプレ初めて聞いた。え、ルパン三世に出てくる女の人でしょ多分。見てないんだよな。見てない、あれでも分かんないけど、なんか髪の毛がとんがってる女の人みたいな、いなかったっけ。見てるっけ、なんだっけ、子がつく多分。分かんない分かんない分かんない。分かんない。あと、うん、それに似てるのは、うん、なんか昔やっとった何ていうものこれ、藤子ちゃん。そうじゃない、藤子ちゃんかな。うん、公園の衣装は借り、そう、公園の衣装はね、借りれるかな。いや、麦わら帽子欲しい。高っね。ツーショット靴、あ、そう、チョパやりたい。ツーショット会で靴さ、うん、持ってき忘れて、うん、え、普段履いてるさ。前にってこと、前の通所会。めっちゃ汚かったの、自分の靴が。うん、大丈夫だよ、レナなんかめっちゃ汚いやつ履いたから。あの、火事件の時。マジで、え、こんな靴のあれが目元に来んのと思ってマジ焦った。マジもう足元こんなやつだもん、マジマジめっちゃ焦った。靴って焦るよね。うん、焦る。靴に目が行くじゃん、人って。うん、それな、ね、ポストにコメントしました、ありがとうございます。どこにコメント、え、嬉しい、見る。キャビンアテンダント迷ったんだよね。へえ、そう、似合いそう、確かに。ユアテンの巫女衣装が汗で汚れてしまう。そうなんだ。そう、おしゃれはね、足元からだから、うん、そう、浴衣にスニーカーとかもありえないじゃん。確かに普通にありえないね、浴衣にスニーカーとか。そう、でもいっぱい来てほしいですね。みんな来てね、みんな来てね。あのアンダーデビューしたので、そのお祝いも来てほしいです。そう ね、 ね、来てほしい、本当に。いいね、うん、ナースのみゆちゃん確かに楽しみ。ナースね、どんな風になるかな、楽しみ、ね、かわいいよ絶対、みんな見に行って、絶対かわいい、みんな。カタにスニーカーってもし、いやでもマジさ、だって仕方ないやん、うん、ピンクのさ、え、でもこの間浴衣着た時にスニーカーだった。そしたらオタクにバレて。そしたらみんなに言われた。いや、足元何、足元何みたいな。マジでおもろい。たくさん来てね、ありがとう。今日バレちまった、普通に。めっちゃいいじゃん。惹かれた、ね、みんなに。みんなに惹かれました。でもさ、写メ会さ、うん、まだポーズ決めてない時に、撮りますってなったらさ、焦っちゃうからね、なんだよね、それが一番。わかる。焦らずに、めっちゃわかる。これにしようって決めたい。いや、でも、うん、なんか、撮りますみたいに言われるけど、普通に喋ってる。うん、うん、え、わかる。ちょっと待ってください。そうそうそう。普通に何するとか言って。結構時間あるよね。え、でもさ、なんかスタッフさんによらない？確かに。え、ね、人によるかも、ね。そう、人によるんよ。ねえ、ユアたちから連絡来ない。絶対さ、うん、絶対やってる。レナなしで。声かけるって言われたのに。本当だ。ということで男女読みたいと思います。男女読みたいと思いません。20位が思いますが、
カズさん、ありがとうございます。19位がディーヨシさん、ありがとうございます。18位がシュンリュウさん、ありがとうございます。17位がマリナールさん、ありがとうございます。16位がマッピアさん、ありがとうございます。15位がゴーさん、ありがとうございます。14位がオースティンさん、ありがとうございます。13位がチョロさん、ありがとうございます。12位アブさん、ありがとうございます。11位テッチャン、ありがとうございます。10位ニモさん、ありがとうございます。9位ダブルエッジ高橋ゼロさん、ありがとうございます。8位つぐみは穏やかで優しい風、ありがとうございます。優しい。7位がけいひろさん、ありがとうございます。6位がフィルランさん、ありがとうございます。5位がしまっち、ありがとうございます。4位がキシジャンケイ、ありがとうございます。3位がてっち、ありがとうございます。2位が岩崎きよし、ありがとうございます。1位がシャバーって、なんてシャバーって言った。そうだよ、シャバーって人なの。つーさん、ありがとうございます。違うじゃん。違うじゃん。31位が男、ありがとうございます。31位。なんで見たんで。ああ、そういうことか。レナね、34位なの。34位。あ、ミョンだから。そう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 、読んでる。じゃあ皆さん、今日は来てくれてありがとうございました。あとね、さようなら。エスコエもありがとうございました。シータということで、皆さんおやすみ、バイバーイ。おやすみーたん、おやすみーたん、バイバーイ。バイミーたん、バイバーイ。練習してきまーす。みんな寝たかな。いや、早すぎでしょ。寝ないよ、まだ。配信終わってすぐに。まずまず、ありがとう。配信ありがとう。おやすみーたん。おやすみーたん。おつみーたん。おつみーたんか。おやすみーたん言わん普段。あんまり言わないか。言わんのだ。おつみーたん。何時までできんの、配信。いや、10時。ああ、10時か。めっちゃバイバーイ。夜は自主練終わって、うん、家帰って余裕があったらやります。はい、はい、ちょっとゴミ捨ててこよう。以上、みゆちゃん、またね。みゆちゃん、またね。バイバーイ。おすれな、おやれな、またれな。バイバーイ、さようなら。また多分夜にやるかな、わかんないが、やったら、やれたらやります。バイバーイ。おやれな、またれなです。さようなら。